クスカリバー。遊び相手にもならないな。やはりここはもうお前のステージではないようだな。はい、私の敵はあの空の向こうにいるのですね。行くぞディラン。オーケーマーク、ユニコーンブルート。Bの調子もギンギンだね。知ってるか、あいつらが帰ってくるぞ。何、あいつらが。俺たちはまたあいつらと共に翼を手に入れる。いよいよ完成するんだな、世界に羽ばたく最強のアメリカが。オーディン、どうぞ。やった、ビデオアルデナハットトリックで勝利だ。これでリーグ得点王だ。もう怖いものなしだな。いや、世界には俺よりもっとすごい奴がいるはずさ。フットボールフロンティア世界大会。ああ、もうすぐ始まる俺たちの世界への挑戦が。剣はやらない、僕がここにいる限り。なんてね。ねえショア、いつになったら彼と戦えるの。焦るな、もうじきだ。もうじき世界への扉は開く。そのフィールドにきっとあいつは現れる。守る。え？え？お前たちまで。エンドーさん、なんでここに。さてね。このメンバーは一体何なんだ。ああ、お前誰だ。相変わらず馴れ馴れしいな。あ、俺、宇都宮虎丸、よろしくお願いします。よっしゃ、いよいよ俺の出番のようだな。やあ、また会えたね、遠藤君。俺、覚えてる？レージェって言えばわかるかな。久しぶりだな、お前たち。響監督、これどういうことなんですか。これよりお前たちを世界と戦う日本代表強化選手に任命する。今回新しくマネージャーとして参加してもらう工藤冬香君だ。皆さんよろしくお願いします。はあ、冬っぺ。え、もしかしてお前あの冬っぺが。覚えてるか、俺だよ、遠藤。遠藤守る。ほら、俺のこと守るくんって呼んでたじゃない。え、守るくん。そうそう、サッカーの守るくん。ごめんなさい、人違いじゃないでしょうか。え、そ、そんな。どうなんだ。うっしっしっし。
バダップスリードよ。我が部隊オーガを率いるのはお前だ。本当に行くのか。はい、お父様。あとはよろしくお願いします。ああ、お前の方こそ気をつけてな。わがまま言ってごめんなさい。私一人で行きたいなんて。でももしこの報告が事実なら、遠藤君の運命は大きく変わってしまう。私の手で事実を確かめたいの。誰かのために何かをしたい。私こういう気持ち初めてだから。頼んだぞ、夏美。ヒデ、こんなところまで来て一体何があると言うんだ。言っただろ、見たいんだ、すごいやつを。俺に何かを学ばせてくれるようなそんなやつをね。ヒデが見習うべきプレイヤーは日本にはいないよ。どうかな。遠藤。ああ、すごい、これが日本のトッププレイヤーの動き。ぼやぼやするな。はい。なんなんだこいつら。俺は一体どうしたら。お手並み拝見といこうか、ゴーエンジ君。さあ来い、ゴーエンジ起動。なんだこれ、すでにすげえ試合じゃんか。行くぞ津波、俺たちも上がるぜ。ああ、面白くなってきた。遠藤さん、俺だって、俺だって。チャンス。死んだ。さあ誰か。初心者がもらったぜ。ああ。何？お前たちの試合しっかりと見させてもらった。今日の試合でのプレーを参考にして日本代表メンバーを決定した。いよいよかよ。どこに来たんです。発表されるのか。しかしその前にお前たちに日本代表監督を紹介しよう。何？紹介するって、響監督が監督じゃないんですか。私が監督の工藤道也、よろしく頼む。工藤道也、あの人が日本代表の監督。早速だが、これより日本代表イレブンを発表する。いよいよ開幕です。
ットボールフロンティアインターナショナルアジア予選、オーストラリア、カタール、中国、サウジアラビア、ウズベキスタン、タイ、韓国、日本の計8カ国による戦い。決勝大会に進むのはいずれの国になるのか。おっ、いよいよ我らが日本、イナズマジャパンの入場です。いよいよ来たか、この日が。おーい、レンドー、ハンモエヌ、レンドー、頑張れよ、エンドー君。いや、思えばここまで長く険しい旅でした。いよいよ世界への挑戦ですね。ワクワクします。始まるんだね、エンドー君、頑張って。はい、皆さん、撮りますよ。ずっと封印してきた俺のシュート、うなぁ、トリガードライブ。また会えたな、エンド。お前はまさかデザール？その名前はもう捨てた。私の本名は鷺沼修だ。鷺沼って、そうだったの。エンド、私はお前との決着をつけるために再び戻ってきたのだ。覚悟してもらう。久しぶりね、エンド君。なんでひとみこ監督がここに？あら、このメンバーを見てもまだわからない？私たちは稲妻ジャパンに挑戦します。真の日本代表の座をかけて。じいちゃん、まさか生きているのか？いや、そんなことないか。生きてるんだったら連絡してこないはずないもんな。僕たちの世界への道は誰にも邪魔させない、このエンジェル。自身の道をな。
頑張れ、キャプテン。開会式が始まろうとしています。大きな花火です。ついに始まりました、フットボールフロンティアインターナショナル。ついにここで少年サッカーの世界一が決定します。この大会の決勝戦の舞台となります、ここナイオコット島タイタニックスタジアム。現在フィールド上では世界各国のダンサーの方々により応援のダンスが披露されております。なおこの模様は世界同時中継でお送りしております。お、そろそろ選手たちの入場のようです。守る、いざ戦場にだな。私が今日からお前たちイタリア代表の監督だ。私のことはミスター K とでも呼んでくれ。この人が新しい監督。ちゃんたちのいる80年前の時代か。なんかワクワクしてきちゃったな。ふわ、見つかった。
イグニッション。待ってたよ、エンド。昨日は楽しみで眠れなかったぜ。いよいよ稲妻ジャパンと戦えるんだね。どれほどのものか見せてもらおうじゃないか。エンド！挨拶代わりだよ。やるじゃないか一ノ瀬。なんかすっげえワクワクしてきたぜ。チームオーガ、戦闘開始だ。ひじちゃん。ひじいちゃん。ひじいちゃん。俺、遠藤かの。未来からやってきたんだ。なんだこれは。思い出してください。あなたはサッカーを誰よりも愛しているはずだ。お前たちは本物だ。ずっと私もなりたかったのかもしれん。今のお前たちのように。久しぶりだな、お前の素顔を見るのは。このゴーグルはあなたがくれたものでしたね。これをつけてみろ。それをつけていれば試合の流れがよく見える。しかしこんなものをつけていれば視野が狭まってしまいますよ。果たしてそうかな。それは見るべきところをより深く見るためにある。それをつけていれば回転を読み、ボールの落下点ですら予測できるようになる。お前にはもうそれも必要ないか。いえ、これはこれからも使わせてもらいます。俺のトレードマークですから。そうか、それもそうだな。俺なんだ。
席へとご案内いたします。うん。ところでヘンクタッカー君、我々は勝てるのかな。はい、もちろんでございます。この勝負すでに金で買ってありますゆえ。そうか。行くぜボーイ。ストライクハンマー。私の意志を継いでお前がサッカーをやっていたことは嬉しく思う。だがわしはお前を倒す戦士としての誇りにかけてな。落としすぎたか。遠藤さん。よし、みんな、今度は俺たちの番だ。行くぞ。キド、勝てると思うか。お前がそんな初歩的な質問をするとはな。この中には一人もいないと思うぜ。勝てないなんて思ってるやつはね。ああ、そうだったな。さあみんな、世界一になるぞ。人生最良の日ですね。俺にとっても、大輔さんにとっても。本当になったんだな、俺たち。ああ、世界一にな。神よって。よし、また彼がやってくれた。おめでとう。そしてありがとう、遠藤君。監督。俺に言わせればまだまだ欠陥だらけだが、お前たちは今世界で一番マシなプレーができるチームになった。え？よくやった。監督、ありがとうございます。
どうも、ご苦労様。you